駅も天王寺駅もは大阪市高速電気軌道が運営する駅中商業施設である。2018年現在、店舗は大阪市高速電気軌道天王寺駅内、南馬駅内及び梅田駅内であり、大阪市高速電気軌道駅内で展開されている。大阪市交通局による御堂筋線梅田、南馬、天王寺駅、駅中事業の一環であり、 大阪市営地下鉄では、初の駅中施設である。2013年4月に、天王寺区、安倍野区の天王寺駅にある、駅も天王寺が開業したのを皮切りに、南馬駅、梅田駅にも開業した。駅もという名称は、駅も町の魅力をサポートする、駅も町の機能や、利便性をサポートする、駅も町の情報発信をサポートするの、駅も、から由来している。 キャッチフレーズは、駅中から、坂草。であるが、各店舗の個性に合わせたテーマも設定されている。大阪市営地下鉄、初の、駅中商業施設名称は、駅もに決定。東急不動産プレリリース2013年1月10日、関西地下鉄最大の駅中商業施設、駅もナンバー開業へ。東急不動産2013年8月23日。ありがとうございます。